逆サイドへという展開になる。さあ山根からのクロス飛び込んできた、当たって小林が開けた場所に山根が出てきた。ふわっと小林優のヘディングだ。山根が中走ってます。斜めの動き、これボールが来てシュート、まあ、こぼれてきた。そしてマイナスとボール、脇坂パスを選択。そして家永だ。23歳以下のアジア選手権で MVP。 そしてなんといってもおっと裏に抜けてきた、はい、シュート打った、決まった。決めたのは山根、すごい。代表デビュー戦で代表初ゴール。タッタの位置が見えたんですね、うん、山根が行きます。前にレアンドロ・ダミアン、逆サイド、うん、あっと、あ、狙っていた、ね、まあ、それとサイドバックが高い位置取ったりした時にですね、はい、裏を取った、浅野だ、抜けた、チャンスシュート、うん、キーパー出てきました、さらに後ろからフルハンシュート、決めた。引きつける、山根上がってレアンドロ・ダミアン、取り飛ばしたレアンドロ・ダミアン。山根斜めにつけてレアンドロ・ダミアン、1対1でしたが入れ替わって折り返し、追加点。三笘の仕掛け、中で山根が待ってました。もう自分で突破、もう仕掛けていく、山根が仕掛けて、山根がおー、ほら抜いた、普通に行ってもファールになってもね、また戻れるんで、山根からのボールになる。山根のキック、おっと、面白い、おー、クロスバーに当たる、まっすぐで山根が入ってきた、つなぐ、レアンドロ・ダミアン、オーバーヘッド、中は走ってます、サポート中にこの山根が来ている。山根、田中をダイレクトで中、ここに山根が入ってきた、マイナスのボール、押し込んだ、右足パスパスにしました、田中を折り返して、レアンドロ・ダミアン、山根が中に入る、山根を狙った、山根が折り返す、かかとから家永だ、お見事、深いところを川崎らしく崩しました。後ろから山根、三笘のゴール、この強さから右サイドバックの山根、中に4人、面白い、橋本シュート、決まった、森田ワンタッチ、山根浮かせて、お台湯ポットだ、あー、そうですね、股を抜いた、集中は途切れません、川崎、落とした遠野、もう抜けたチャンス、遠野が打つ、ナイスキーパー追い返す、ナイスブロック、山根一人振り切って、山根、レアンドロ・ダミアン、山根96分、手は緩めない川崎、入れ替わった、深く踏み込んでレアンドロ・ダミアン、前にボールをつけて脇坂から山根クロス、レアンドロ・ダミアン、浮かせてマルシーニョ、山根ラストパス、先制レアンドロ・ダミアン、内側に絞ろうとしてますので、はい、中盤の動きですね、ここは4バックなんでしょうね、なるほど、ここに山根です、フリー、おー、抜けた、浅野、これは山根が拾った、一気にカウンター、家永、落とした家永、山根反応、ここを振り切る、そうですよね、うまいタッチ、いますか、いや、お互いにあの山根抜いていく、うん、はい、もっとしましたよね、川崎の方はディフェンスするので、そうですね、またその雰囲気というのをよく動画で見ていますと話をしています、小林クロス、遠野、後ろが山根、対して宇賀神が足を出します、大山を打ってきました、山根、最後しのいだのは小山田、代表復帰した西川、山村です、そして右のサイドバック、これは際どいチャンスでした、日本オンサイドでした、素晴らしいタッチ、
ディエゴ・ピツカ、インターセプト、山根股抜き、ダミアン下ボール、こぼれ球はなんとかカットして、すぐに奪いに来ました山根。このカウンターの目を遠藤と吉田の相手がウェンティエンリン、いいカバーです。山根ですかね、山根か、そして浮かしてマルティノスがトラップをして、そしてここで判定してシュート、酒井入れ替わって岩崎食べる、ラストパス中野シュートブロック、山根、脇田、そして秋山、しかし入れ替わった、山根中を見た、クロスが入る、なんとかどうかな、ゴールラインを割ったか、タッチを狙っていました、山根が来ます、中で旗手、ダミアン、マルシーニョ、速いボール、どんどん